めながら、リードを広げていくっていう感じになるでしょう。気があるんですね、はい。さあそれでは、先鋒戦に挑む両者に意気込みを聞いていきたいと思います。まずはアウェイチーム側、大谷選手、意気込みお願いします。頑張って。大谷さん、意気込みを。そうですね僕ら今ちょっと後半節に入ってきて、はい、うん、はい、まあ先鋒中堅勝ててなく、ちょっと順位が落ちちゃってきてるんで、まあここ先鋒勝って、あの後ろの人たちにね、つなげていければなと思います。頑張ります。頑張って頑張ってください。そしてホームチーム側、板橋さん、ゲフ選手、意気込みお願いします。はい、あのとにかくね、ポイントが欲しい状況なんでね、うん、もうこれめちゃくちゃいい内容になって、まかり間違って12ポイントぐらいもらえないような、もらえるようなものにしようかな。もらえない。頑張ります。えしゃ頑張ってください。はい、頑張ってください。12ポイント上げられません。12ポイントいけっかな。12ポイント、いいですね。これ多分大谷目線ではちょっと予想外だった部分ありそうですよね。どうなんでしょうね、そこは。まあでもさ、アウェーっていうのはやっぱり言うても、その誰が来てもおかしくない状態で練習しなくてはいけないので、はい、まあ、や全くやらないってことは多分ないと思うんですよ、で出るからには。さあこちら注目の先鋒戦です。第6節マッチ3、大谷対板橋ザンギフ、試合開始です。ザンギフに対して、まあ、この下段の足払いなどで立ちくばしのアーマーを防ぎつつ、チャンスを作る必要な喧嘩はあるんですが、この状況は厳しい。いや、大谷ここは打っていきました。そしてここで台足ですね。しかし1入れ替えはできず、うまい中キック、前に来たところに立ち中キックを的確に置いてきたが、差し返し、うまくペンペンペンと差し返し、さあ、そしてうまく地上戦、ここは板橋さんゲフリーチ、インパクトはしのいでいる。大谷さんは助かりましたよね、今インパクトができる状態なので。そうですね、猶予はありましたね、はい、画面端から脱出ができません。板橋さんゲフ残り一発という状況、しかしここで地獄車、足元は分かりますか、分かりません、返せないインパクト、前蹴り、これは確定ですね。まず地上戦でうまく圧倒しました、はい、板橋さんゲフ差し返しのしゃがみ中パンチラッシュ、ずヘッドバットっていうルートが見事でしたね。さあ2ラウンド目、はい、ここでも板橋さんゲフはもう地上戦真っ向勝負という動きになっています。この形はリリーチはやっぱりザンギフですからね、大事なのはこの中足ラッシュを通せるかどうかなんですが、しっかりとまあ確定するタイミングで中足にドライブリバーサルを毎回返しているのが板橋さんゲフ、まあ、これであれば3ゲージ払っている中足側に対して、うん、まあ、トレードオフできると。そうですね、ただやっぱり遅れてしまうとガードが間に合ったりするんで怖いところではあります。大足こかして大きい攻め、前投げ、もう先端大足がね、やっぱりザンゲフにとってはかなり嫌な選択肢になってます。増やしてきましたね、大谷。そうですね、はい、だいぶ振ってます。さあ大谷、体力リードを取ったというところで無理はしません。ただそうなるとじわじわとラインが上がってきました、板橋ザンゲフ。ここですね、完璧ですね、毎回素晴らしいディーバー、端まで行ってもう2回読み勝てば3ゲームなら、あー近すぎたか、これは端はキックにシベリアンエクスプレスを仕込んだんですけれども、はい、近いと投げになってしまうという。まず大谷しっかり止めましたが、はい、ただまだリーザル足りない。そこはマウンドプラン、なるほど、ケズリーサル見ていた、完璧でしたね。これで大谷も1ラウンド返しました。しかし SA ゲージ状況は板橋さんゲフ優勢。1セット目最終ラウンド、板橋さんゲフ歩いたところに乗った、ここでカウンターヒット、これ見よがしに打ってましたけどね。劉備は前ジャンプで飛び越した、しかし大足どこ裏回り、小刻みついてくるぞ。SS3 警戒ということで大谷も攻め切らない、いきませんでした。そして弾を取られた大谷、投げたく通した、うん、先輩さんゲフ、おお着系で足元攻撃してるんでね、立ちくばしのアーマーが取れないですね、止められてしまうと。立ちくばしのアーマーを本当にずっと警戒してるっていうのが実ってますね、大谷。でもしかしここで発生で勝ち切った、
まく打撃は刺したんですが、まだ体力差。ボタン押す。リード。さあここでどうだ。バートはドライブゲージ。残りますか。中だ。自分からバートしに行った。決めに行ったんですが、板橋さんゲーフ。どうだ。CA リーサーのあるぞこれ。この状況。上。おお通した。飛びを通した大谷。ここまでほぼ前飛びはなかったんですが、大谷勝負どころでのジャンプを待ち込めてきました。こう地上でやり取りしてるとしゃがみ中盤だったりヘルスタップのヒットからラッシュでリーサルが見えるような状況でもあったので、こんなったら見事でしたね。これで大谷にとってはいい形で1セット勝ち切りました。追い込まれました。2セット目足払いが効いてる試合展開ですよね。そうですね、まあ、板橋さんゲームもかなりガード歩きガードは的確にできてるには見えるんですが、はい、ただやはり苦しそうですね。そこで上げる終盤チャンを押したんですけどね、8000巻した後ろ投げ、そして画面端です。ラストマンにはならず出し切り追い払ったが、インパクト、壊したらキャンセルできない。さあこのインパクトからは衛星ゲージ温存、惑星の趣味下がっていく大谷、大板橋残撃となります。板橋残撃がまだ衛星ゲージが2本ないんで波動拳は打ちやすいと判断してますね。いいゲージ的確にたくっていきます。大谷板橋さんゲーム勝負手でしたが、インパクトをしてきた。完璧かつしっかりと投げてゲージ開始を試みた。いやこれはでもインパクトは確かにためを見てからですね、対策。いやバッチリ触っている。大谷マーチポイント差し返し、これも差し返し足払いで焦がした後は遠いと判断か。さあ板橋さんゲーム、うまくドライブゲージ差をつけている。しかし大谷やはり画面端を背負うシチュエーション作らされません。画面を空振り下がっていきますが、どこかでやはり早い段階で大谷は切り返してます。しかもしゃがみ狂気がやっぱ効いてますよね、はい、反撃いてかかった。しっかりと画面端を背負わせた。ここチャンス、いやインパクト、ファースト入れ替えコンボか。さあこれで入れ替え、リーサルを見る。今回のインパクト賞が差し返す、うまい。ここで特大リターン来た。さあこの差し返しから SH3 本コンボですね。スイッチ、うん、ガッツリダメージ減りましたが、あれ抜ける、何をしてきた。大谷も見えてますよ。これは裏打ちになってるんですけど遠い。さあ板橋さんゲーム中足避難許されません。リバー、ここはまずリバー、しかしそれを見越していた大谷、インパクト、いやインパクト入れ返した。返してはいけないインパクトを板橋さんゲームも仕掛けていきます。今のは大谷が強い、難しかった。ガードが間に合うなら SS3 でねリバーサルすれば勝てるって言ってましたけど、いいインパクトでしたね。さあ板橋さんゲームつなぎました。2セット目最終ラウンド、もう発生ラッシュしゃがみジャックパンチで終わし、大谷が台足で止めてくるっていうところを警戒して動きになってましたね。板橋さんゲーム体力リードを取っています。落ち着いてジャンプ中継立ち回り戻っている。ドライブゲージ差も大量についています。さあ中足きた、中足画面足がもう近づいてきました。ラッシュ5番、しかしここでラッシュ内撃を通している板橋さんに、わー出ない、これはバウンド中だぞ、まずいぞ。さあこの状況しのげるか、コンボがジャンプ、10秒ジャンプ、あいうち恥脱出、しかしまだ取れに来た。うわー地獄車、地獄車、地獄だ、地獄だ、歩く。さあこれは今までインパクト散々通してきて、インパクトスタート。これは直でいけるという判断、大谷板橋ザンゲフに対してこれでもかというインパクトを浴びせてきた。まずは先鋒戦、名古屋 NTP 王者大谷が先鋒戦勝利です。おめでとうございます。見事、いや SA2 が出なかったですね。 SA2 のスタブが、はい、